ソフトバンクの育成2年目、重松外人外野手の注目度が増している。ウエスタンリーグでは今季わずか3試合の出場にとどまっているが、ファーム非公式戦で79試合に出場して打率点364。9本塁打、30盗塁、111安打はチーム3冠だ。そのポテンシャルの高さに、ガチで本物、もしかして重松外人、バケモン。 といいっった声が上が上ている2022年ドラフト9位で阿イから入団した重松は大学時代はレギュラーに手が届かず公式戦通算1安打しかし1 8 7センチ、九9 6キロの恵まれた体格に秘めるポテンシャルは果てしなく非公式戦で59打点出塁率点413長打率525オプス937と軒並み高い数字が並ぶ 思い切りのいいスイングだけでなく、パワーとスピードも兼ね備えた24歳外野手に育成で注目してる一人、3軍でやることないだろ。相手投手をバッティングピッチャーのごとく打ってるやん、マジで怪物。フィジカルモンスターで盗塁しまくるのにパワーも体格もすごい。前例がない選手すぎて楽しみで仕方ない、重松がいい人、怪物、近い将来上で見られるかな。 とファンも視線釘付け、背番号166に注目だ。